でさえ顎の力パネーのに、それプラス爆発。最強じゃねえか。いや、懐かしい。もうこれ見てマジ泣きそうよ。見てこれ。この人そう、恐竜キングのステゴサウルス。パープルなんだよね。この色合いすげえ覚えてる。うわ、夏。古代王者、恐竜キングフィギュアコレクションっていうやつ。あの、コンビニの、これまた、ジュースのおまけシリーズなんだけど、確かローソン限定なんだよね。このお茶とかについてる、コンビニ限定のやつで、全部ね、あの、12種類も、種類があってさ、なんと、今回ついにコンプできたの。ティラノサウルスのすっごいかっこよかったんだよね、これ。やば。この迫力ティラノサウルス、スピノサウルスももちろんね、ゲットしてる。サイカニア、カルノタウルス、アマルヨサウルスのトゲトゲボディもね、ちゃんとあるし、で、パキリノサウルスにステゴサウルス、シャントゴサウルスにアクロカノサウルス、トリガトプスティ、マイアスサウラにアロサウルスになっております。ということで、やっぱ俺恐竜キングだよね。このステゴサウルスが一番好きだったかな。このパープルボディ本当に今でも覚えてるもん。このまんまだよ、なんか模様もちょっと覚えてるわ。このまんまだと気がする。カードとかも当時さ、よくあの虫キングみたい、あ、やばい、これあれだわ、テープだから綺麗にちょっと切りたいね。綺麗に切りまして、この袋もさ、コレクションだからね。この袋、これ当時の袋もコレクションだから、最初にステゴサウルスを全く意味ないムーブしたか、これ今全く意味ない、ここここ切っても意味なかったかもしれん。上か、ここを開けるんだな。そう、全く意味ないこっちは。この上を慎重にね、破けないように慎重に開けまして、触り、お、来たー、恐竜キングのステゴ、これレア血のレアだぞ、この色合い。恐竜キングのステゴサウルスだからね。で、台座もついてる、ダディー恐竜キング。で、あの台座にセッティングするとこんな感じ。うわ、恐竜キング懐いわ。虫キング一回復活したのにね、確かね、2、3年くらい前までは新しい、もうなくなっちゃったけど、またなくなったんかな、新しいのあったような気がするんだよな。新虫キングみたいなね。恐竜キング復活してないよね。恐竜キング今こそ復活するべきだと思うわ。うわ、かっこいい、パープルのステゴサウルス、これはコレクションですわ。あと紙が入ってて、カードみたいなこうリーフレットも1枚付属しておりまするということでね。1ゲーム100円。うわ、懐くねえ、これ。この筐体。もう絶対ないよ、今ね。見て、この王者、恐竜キング。うわ、懐。で、こっち側には、あ、技書いてるわ。ステゴサウルスの超技。ラッシュスパインだって。放射、極装かな。おー、やべえ。放射極装。すげえ。さすが、剣竜だね。飛ばすんだね、これを。背中の板を。ドボー、めっちゃかっけえ。ラッシュスパイン、体中のトゲが光り相手に向かって飛んでいくぞ。これはティラノでも食らったらたまったもんじゃねえぞ。放射スパイン、放射スパイン、ラッシュスパイン、放射極装って読むんだと思うけど、放射極装、ブワーッ、めっちゃかっこよくない？ニョキニョキ生えてくるのかな、次の次へと。これがあのステゴサウルスね、パープルのステゴサウルス。そして次も見ちゃう、トゲトゲボディを、トゲトゲボディ、アマルガサウルス。やっぱアマルガサウルスといえばこのトゲトゲボディだよね。特徴的なトゲトゲボディ、これも恐竜キングでもちろんね、見ることができると。なんか技名見るのすげえ楽しいになってきた。おー、でかいよ、なんかアマルガサウルス。台座に早速セッティングして、ガシャゴー、アマルガサウルス逆だな、こうだこうだこうだね。おー、アマルガサウルス、なんかトゲっていうかスピノサウルスの帆みたいになってんな。密集してるからかな、こうアマルガサウルスね。すげえ、めちゃめちゃいい、かかっこいいよ。これがジュースのおまけだからね、最高のおまけだよ。いや、またやってほしいな、これ。で、これがアマルガサウルスね。首に2列並んだ長いトゲを持つ草食恐竜だ。このトゲは首の骨が伸びたものだぞっていうことで、なんかこれがね、なんか一直線っていうか、帆みたいになってるね。フィギュアだとね。分けるの難かったんかな。中はまあ書いてあることは同じだと思うのだっけ、あ、もう同じだね。しかし技名が違うと。おぉ、無知、
フラットスラップだって。え、技め超かっこいいんだけど。相手を水で縛り付け、力いっぱい地面に叩きつけるぞ、バチカーンって行くんだね。こうやって口から水をブワーって吐いて、その力で浮き上がらせて地面にバチカーンと叩きつけるという、これめちゃくちゃ、でもステゴサウルスの方がかっこいいんじゃねえか。ステゴサウルスの技、これ技がいちいちかっこいいね。フラッシュスパインとフラッドスラップ、竜がムチ攻撃、ムチ攻、弁攻かな、変攻、弁攻みたいな感じ。フラッドスラップすげえ、なんか技が、技こんなかっこよかったっけ。当時そんな気にしてなかった気がする。技めちゃくちゃかっこいいんだけど、こいつら。ではではトゲトゲに続いてトゲテ、トゲ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 続きまくってますな。全身で、ほぼ全身トゲトゲボディパワーということで、ダドーン、すげえ、このトゲトゲレベルやばくねえか。でもちょっとちっちゃいわ。技名はビッグモールアタックだって。潜っていくのかな、土湯モグラ突撃。え、これそのままモグラ突撃でいいか。ドーンって潜ってダーンって、すげえ、地面に潜り地中から相手を突き上げるぞ。めちゃくちゃ強そうじゃん。最後には全身にトゲの鎧を身につけた草食恐竜だ。尻尾のハンマーも強力な武器だぞ。すげえ、でもちょっとちっちゃいね。アモルガサウルスに比べたらすごくミニチュアな感じがするけど、トゲトゲボディでかっこいいわ。もうそろそろこの辺で肉食がちょっと見たいよな。肉食行くか。アクロカントサウルスだよ。ぐー、技なんだろうねこいつの技、めちゃめちゃ気になるわ。てか、アマルがでかくねえ、やっぱ。アマルがサウルスでけえよ、あいつ。アマルが。なんか技見るの楽しい。フィギュア用かね。おー、でけえ、さすが。肉食。で、爆炎太鼓だって。ビッグファイアキャノン。やばいわ。ミオン躍動感。うわ、もう一回やりたい、これ。恐竜キング。え、こんな面白い。え、なんか虫キングの方がね、なんかイメージに残ってんだよな、子供の頃。うっすらあるけどね。うっすら記憶にあるんだけど、虫キングの方が、覚えてんだよな、覚えてるっていうか、ビッグファイアキャノン。アクロサントサルやばいな、これ。灼熱の炎で相手を焼き尽くす。めちゃめちゃかっけえわ、アクロカント。大型の肉食恐竜だ。首と背中が、ヒレのように高く盛り上がっているところが特徴だと。この感じだね。シャー、やっぱ肉食には勝てねえんじゃねえか。まあ、あいつはトゲトゲボディで守っててかっこいいんだけどさ、やっぱ肉食の食欲の前にはさ、負けるのではないか。すごいな。あ、逆かな、こうかな。あ、でもあれ、こうだよな、普通に書いてこうだよな。こう、うおー、技がすごいかっこいいよ。でっけえ、アクロカントの兄貴すげえでけえわ。アクロカントサウルス。さすが肉食。めちゃくちゃでけえ。ジョシュー見て。顔のでか。でも、アマルガでもでかいね。こう比べてみるとね。アマルガ。で、続いて、アロサウルス行ったね。アロサウルス。このブルーのボディのさ、この特徴的な顔のこの。いいね、たまらんね。技が気になる。つか、ティラノとスピノサウルスの技なんだろう。マジで覚えてないわ。ティラノの技なんだろうな。すげえ、まあ、ティラノとスピードは最後に見よう。ギア自体はね、そこまで大きくはないのだが、おー、でもかっこいいね。模様もなんか含めてすげえかっこいいわ。風の刀、切る、濃く、封筒石刻みたいな感じかな。封筒、尻尾でバーっていくんかな。竜巻を作り出し、風のカッターを発射するぞ。すげえ、アクロカント、風使い、強そうだね。なんか属性とかもあったもんね。確かほら、こういう、ね、属性が。あ、なんかちょっと思い出してきたな。アロサウルス、これ風かな、これなんだろうね、これ。もうその、この子行こうが、いつものメンツ。もう絶対こういうやつでいる。トップっすよね。もう、一面ですよ、一面。トリケラトップっすよ。絶対に、こういう恐竜シリーズでは、顔を出す、レギュラーメンバーである。この色がね、またたまんないんで、技は。ギガライディーンだって。これ絶対一番強いだろ。エネルギーを食べて雷を発射、ジュルー、これだ、これだ、これ。ここ。ブワー食べて、ライディーンだと、ギガライディーン。激力、ライデン。
激力ライデン。すげえ技だな。いちいち技がかっこいいんだが、このシリーズ。これこうか。こんなかっこよかったっけ？なんかうっすら思い出してきてはいるけれども、技名がここまでかっこよかったなんて、ちょっとあんま、ああ、これ技あったねって思い出せないんだけど、技のシーンとかうっすら覚えてるんだけどね。当時技名とか気にしてなかったわ。技名がかっけよ、ギガライデン！トリガー飛ぶっすよ、ギガライディーだよ、いきなり。ガーッとこう。バケモンすぎるだろ。でもってお次がね、ダディーン！マイアサウラであると。マイアサウラ2体ついててもな、子供もついててもな、これは。でもすごい、楽しいだね。いや、1体か、そこはさすがに。そこはさすがに1体かなと思いきや、2体みたいなね。あ、でも、1体がでかいわ。ちょっとスピノサウルス臭もするし、ボディが。なんじゃこりゃ！ビッグフット、ハサルト。何これ宝鏡大圧宝鏡大圧仲間のセイスモサウルスが相手を踏み潰すんだ。すげえ連携プレイか。宝鏡大圧でかいボディででけえ圧力をかけるんだってことかな。マヤサウラ巣を作り子供を育てていたらしい。名前の意味はここから来ている。草食恐竜だ。マイアサウラであると。でけえよ、結構、ほら。あ、ていうかさ、アロサウルスこれ見たっけ？アロサウルス。ジラギを代表する肉食恐竜だ。どうもね、優れたハンターだったようだと。このイラストがまたいいもんな。で、これがマイアサウラであると。だから技名がすげえかっけえぞ、あれ。こうだな。ごめん、間違ってこうだわ。一応向きが、穴の大きさ違うから。パッと見スピノサウルスに見えるよね、これ。この模型に関して、ほら。模型に関してはスピノス、これ何って言われたら。でも、歩がちょっとちっちゃいけどな。スピノサウルスは歩が持って 1.8 メートルあるから、ここだけで俺くらいあるってことだろうね。やばくない？この歩だけで 1.8 メートル。俺くらい、食われるわ、それは人間。やべ、絶対勝てねえわ。マイアサウルの技も、なんか連携プレイだしね、連携プレイ。そこも気に入ったわ。呼び方ちょっとわからないけど、ビッグフットアサルトね。最高の眺めじゃないこれ最高の眺め。まだ俺の大好きな主要メンツ来てないのに。めちゃめちゃ、いやでもね、これね、あのね、色合いがやっぱいいね。今んとこステゴサウルスがすげえ気に入ってます。パープルな。ステゴサウルスかっこいいもんな、模様もいいし。で、もうそのちょっと出した起きてるのはこの2体でありまして、ダブル一気にいっちゃおうかな。まずこっちの、パキュリノサウルスであると。ジーまず、ちょ、技名が気になりました。いや、でも、ね、一番やっぱ気になる、スピノとティラノ。ティラノの技ってやっぱ最強部類だね、きっとね。トップスティが雷使いっていうのがほんとこのシリーズ。熱い、分かってるね。俺もちょっと雷使いするわ、トップスティは。雷あってるもん、来ました。ドローなんだ、雷の槍角で刺す。雷槍隠し。みたいな。角し、角刺す。すごいなじゃない。ライトニング、スラスラって。イラストがかっこいいわ。打ち込まれてんじゃん、ほら。うわ、風でやっぱ勝てなかったんかな。風。これ、もう、アロサウルスだからね。風使いのアロサウルス。ちょ、勝てなかったな。相手をすり上げ、雷をまとった角で、突き刺すぞ。すげえ、やばいな、こいつ。トップス星族は雷使いなんだな。ライトニング、スラスラって。技名。超かっけえわ。パキリノサウルス。太く力強い角を鼻先に持つ、草食恐竜だ。襟飾りには色々な形の角があると。うわぁ、雷使いね。すげえ技だったな。技名でやられるわ。このし、あ、こうだな、こうだな、こうだな。こっちもいけだね。トップス星族のこの雷使いっていうのも、いいしね。エネルの一族だわ。すげえかっけえ。で、次がね、これ、ダラーン。シャンティングサウルスであると。こいつも技気になる。なんか、もう本当にかもしれん。技が気になるんだけど、全員。ティラノサウルスの技早く見たいもん。ダディー。これが、なんだこれ。ほう。鋼。翼撃。あ、これも多分友達が攻撃するんだ、きっと。ほら、仲間のこの方がついてるのがさ、まあ、友達じゃん、これ。友達の、鋼の翼でアタックだ。メタルウィング。二
テラノドンたちが相手を、あ、群れで来るんだ。呼びつけるんだね、仲間をね。仲間を呼びつけてプテラノドンで攻撃するんだ。いいね、これ、砲がつく技、いいね、これね。砲ね。方向翼撃かな。方向翼撃。すげえいい感じだわ、シャントリゴサウルス。最大級のカモノハシ恐竜だと。下顎は厚みがあり、角張って角張っている。四足歩行もしていたようだということね。そして次からがね、もうちょメンツやばいんだ。もうどれも全てがメインディッシュ。マジ、やばい。どうしよっかなー。いやー、どうしよう。まずはやっぱ、でもね、カルノもすっげー好きなんだよ、俺。カルノもさ、めちゃめちゃ好きなんだけど、最初に見るか。しょうがない。カルノも先に見まして、で、次に、いや、どうしよう。次ね、まあ、勇気のティラノとスピードなんだ。最後。技見てみて。ダディートルネードブローだって。相手の周りをぐるぐる回って、空の彼方へ吹き飛ばして地面に叩きつける。あ、なんかハリケーンミキサー的な感じのさ、打ち上げタイプの技だな。竜巻、攻撃だって。すげえ。これがカルノの技ですか。カルノタウス。これがかっこいいで、とても短い顔をした肉食恐竜だ。目の上に大きな角があると。前足がとても短く、後ろ足が長いということで、ダディ、いやー、かっこいいなー。カルノタウルス、これちっちゃくなってもかっこいいよなー、カルノ。俺、でかいフィギュアたくさん、ホレホレザウルスで持ってるけど、迫力があってかっこいいんだけどさ、やっぱ、ちっちゃくなってもいいわー、カルノは。たまらんね、ほら。カルノタウルスだ、やったぜー。正直、これもナンバーワンだからね、メインディッシュ。しかしねー、やっぱ、やっぱ俺スピノファンだから、スピノをラストに持ってくるかな、ダディンと。最初ティラノ見るか。しょうがない。なんだろうね、技ね、ティラノの技相当やべえぞ。暴君ラッシュみたいな、暴君トルネード、暴君雷撃、どんな技が来るんだろうね。うわー、楽しすぎる。で、ティラノ、どんだけでかいか。あ、でけえわ。おお、見た、化け物だな、ね。うわ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 。メイクファイルバーメン。ブラー、こんなもん死ぬだろ。めっちゃかっこいい。これゲーム画像かな。ゲーム画像、こんな迫力あったっけ。相手に噛みついて大爆発を起こす。もうグレンカイナみたいな感じじゃない、グレンカイナの髪つくバージョン。うわ、ボマーじゃん、こいつ。ビッグファイルバーメン。ただですね、顎の力パネードに、それプラスに爆発。最強じゃねえか。これいいね、パクろう、これ。これパクるわ。ティラノサウルス、こういうティラノ漫画に出したいから、大炎爆発とか、大炎爆発。すげえ、ビッグファイアボーメン。噛みついて大爆発だからね。こいつやばすぎだぜ。これかっこいいわ。これカード欲しい。ティラノサウルスだと。最も有名な肉食恐竜だ。大きな口には鋭い歯がずらりと並んでいる。もう噛むために特化したボディしてっかんね。噛む力がバケモン級。すげえ、それプラスでバカゾーンを起こすっていう。なんだこの恐竜キングのティラノ。うわぁ、たたずまいも一番、これ、火炎のね、ボムのエフェクト作るか。ブー、噛んで爆発。噛んで爆発。すげえ。でも仕留めるときそのぶっ飛ばしたら食うの大変そうだね。肉片拾いに行って食わなきゃいけないから大変そうな気もするけど。そして本日最後のメインディッシュのメインディッシュ、スピノサウルス。技なんだろう、やっぱ水系の技だろうな。スピノサウルスは当然のことながら、いやでもね、ティラノに炎属性めっちゃ合ってるわ。いや、ティラノのプラス炎属性やばくない。あの、噛みついてボムって最強の技だわ。あれは、ちょっと、一番かっこ、スピード、超えられるかな？あれを。俺、スピードやっぱ大好きだからさ、ドゥルックと思って、メタリックカラーじゃない？あ、違うか。メタリック、かっこいい。フィギュアかっこいいわ。ちょっと待って、どう？あ、龍河シリーズだ。龍河、苦しみの玉、苦玉。
Tragedy of the Ball。 なんだこれ Tragedy of the Ball、 やばすぎるだろ、大災害の玉みたいな感じの龍が空玉、相手を水の玉に取り込んで体当たりでぶっ通す。あーかっこいいな、これも龍が何々っていうのはさ、水属性の技につくのかな、かっこいいか、強い系のさ、でかい系のやつには。あ、ほう、180センチの及び大きな背負いね、言ったでしょこれ、図鑑で読んだから知ってんだよね。ここで俺くらいの、ね、やばくない、人間の大きさ考えると人のみだよね。こんなもんで噛まれたら終わるだろう。うわ、俺は人間って小さなちっぽけな存在だぜ、ワンチャンでも勝てる気せんもんな、タイマンで勝てたらめっちゃ強いだろうなこいつに。すげえわ。でもね、スピードもかっこよかったよ、俺一番好きな恐竜だし。ただもうね、似合いすぎ、おーかっこいいね、スピード、ゲー恐竜系、台座もいいわこれ、顔落ちの顔だな、このダブリー見て、ダブリー、水とさ炎の戦い。でも属性的には水の方が有利かもしんないよね、しかしその水を全て蒸発させるほど炎の力を持っている。ガブバガーンだからね、もうどっか構えた瞬間にバガーンだから、ひとかみ入ったら終わるな、ひとかみ入ったらあれですよ、デルルルー、これボブー、うわー、ティラノに合っているわ、超かっこよかった、ビッグファイアボール、今回のナンバーワンの技これ、大炎爆発ビッグファイアボール、すげえ、これはかっこよかったわ、ちょっと。トラジティオブザボールでも勝てなかったな。いや、かっこよかったんだけどな、スピードの、このトラジティオブザボール。めっちゃかっこよかった。しかし、これにはかかったよ。ビッグファイアーバーン。ということで、今回は、古代王者、恐竜キングのね、ジュースのおまけの開封レビュー動画でした。みんなもぜひ、中古ショップとかにたまに出回ってるから、見つけたらぜひ、ゲットしてみて。コンプ大変だと思うけど、特に、ティラノとスピードやっぱかっこいいよ。ティラノスピードはやばい、あのティラノ特にね、これ手に入るのが熱いよ、これ見るたびに痺れる、かっこいいわ、大炎爆発やビッグファイアボール、ガブブルー、全身に炎が骨の髄まで通っちゃってるもんね、これはかっこよすぎるわ、ティラノザボーバー、これはかっこいい、ずるいわ、これ復活してほしいね、虫キングもさ一回復活したからさ、多分もうないと思うんだ、復活してしばらくして亡くなっちゃってた気がする。2、3年くらい前まであったような気がするけど、多分もうないと思うから、いやーこれ昆虫キングも復活してほしいわ。この技がかっこいい、これ。あの、ビッグファイアボムゲームで見たいんだけど、マジで。それではまた次回ね、次のまたあの恐竜シリーズあったら開封しようと思いますということで、最後もビッグファイアボムバイバイでしょ。もうこれでしょ、やっぱ。これ、今回のメインにして、これだった。あの、フィギュア本体よか、この髪がかっこいい。お、すげえ、この、ブルー、ドーン、トップンスイ、トップンスイが一髪でやられている。トップンスイの技もかっこよかったんだけどな。雷なんて聞かねえんだろうな、この、分厚い皮膚には。さすが、暴君とかね、暴君竜だわ。すげえ。強すぎる。それプラスに、炎属性で、ボマーだからな。誰も勝てんぞ、こんなバケモン。どうすんだ、誰も勝てんぞ。